害のやつ両親死んじまってるのかあなたも知らなかったことなのねまあ俺誘拐される前の記憶忘れちまってるんでガキの頃に聞いてたとしても思い出せねえからそれにあいつ自分の昔の話あんまりしねえしな大佐も言っていたけど誰でも話したくないことを思ってる彼が話してくれるまで触れない方がいいと思うわ ガイのことならお前に言われなくても分かってるっつうのいちいちうるせえな。